ドレスと書いたシーバール、メイクマトリックスのミルベルです。プチプチとコーナーガードに守られているんですが、箱が一部潰れてます。箱はかなり大きいです。初の追加製プラモデルです。デザインが気に入ってめちゃめちゃ楽しみにしてました。破れてるし、それでは開封。パーツ数はかなり多めです。作りごたえありそう。世界限定で付属している水色のクリアパーツと布のマフラーです。すべて中国語なので何が書いてあるかさっぱりわかりません。多分デカールの貼り方かな。頭部から作成、ほとんどがアンダーゲートになっているのでデザインナイフフィッシュです。フェイスパーツのはめ込みが少々きついので少し削った方がいいかもしれません。ちょっとバリが残っています。こんな感じで、あちこちにバリが見受けられるんで、無理やり組まないように注意が必要です。こんな小さなパーツもアンダーゲートです。暗黒面に落ちた、防具プラ系 YouTuber 曰く、中国のニッパーの質が悪く、アンダーゲートにしないと、パーツをえぐってしまうらしい。
と肩パーツの色は選択式になってます。このパーツ、あんまり見かけない構造なので、遅めに再生してあります。PVC パーツを使う場合、このパーツは外します。説明書に記載はありませんが、方向があります。関節がかなりきついので、破損防止のため、ほんの少しだけ緩くしておきます。個体差があるかもしれませんが、全体的に関節はきつめです。肘は二重関節になっているのでよく曲がります。少し削らないと入りませんでした。それと回転軸も少し緩めました。つま先になる U 字型のパーツは裏選択式です。
先になる、いい地形のパーツは、色選択式です。